JG コーポレーションさんのブースにお邪魔しています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回こちらでご紹介しているのがこのワンパス脱臭装置、はいはい、どんな特徴があるんでしょう。はい、こちらの喫煙所を、換気工事をせずに、設置できるというような機械になります。はい、通常この喫煙所を設置するとなると、はい、いろいろと工事が必要なんですね。健康増進法の中に、換気工事とか喫煙所を設置するためには、非喫煙エリアから喫煙エリアに対してコンマ2メートル、コンマ2メートルパーセックの、気流を発生させなくちゃいけないというルールがありまして、はい、そのためには換気扇が必ず必要になってきますので、換気扇を通常は設置しなくてはいけないんですけれども、換気扇をこう後付けで設置したりとか、工事をするというと費用もかかってきてしまうので、なかなか飲食店さんとか店舗さんでは簡単にできないところがございますので、そういう工事をしなくても設置できるという、機械になっております。はい、それはどんな仕組みになってるんでしょう。はい、中あ、よろしいですか。はい、はい、失礼します。こちらがですね、はい、このワンパス脱臭装置で、煙を取って匂いを取って、まあ、きれいになった煙を外に出す、屋外ではなく屋内に排出しても問題ないレベルの、除去をしております。煙をこちらから吸い込んで、この中でまず空気清浄をします。タバコの煙を取りまして匂いを取ります。でこの中にあるファンで風を搬送しまして、この今天井裏に出ています。でその煙がこちらの方から出てくるというような流れになっています。じゃあここから出てくる頃にはもう煙の匂いとかもなく、はい、汚れもなくという、はい、そうですね。タバコは複合臭ですので、はい、100% というわけにはいきませんけれども、こちらに来てその匂いが漏れているっていうのを感じるほどではないとなっております。通常ね、こう喫煙エリアの近く、はい、喫煙ルームの近くでもやっぱりこう、はい、煙たかったりとか匂いはあると思うんですけども、これでしたら解決できるっていうことですね。はい、そのレベルにはなっていないので、はい。今実際にタバコを吸っているところの吹き出し口の真下に今私いるんですけれども、風は来るんですけれども全くこの匂いというのがしませんね。はい、実際ももっとね、こう煙とか匂いは、まあ、来るだろうって思ったんですけども、これでしたら全然感じないですね。私実際に本当にここで吸っているのもわからないぐらい、はい、こちらからも微量ですし、この開口面も先ほど申し上げた通り気流が発生しておりますので、漏れないようになっています。例えばここでこう今タバコを吸っている状態でも、はい、煙は中の方に入っていきますので、ここには煙は漏れてきませんので、匂いが外側に漏れるということはございません。そうですね、煙全然こっちに来てないですね。はい、全部あっちに行くようになっていますね。なるほど。でこれはもう本当に工事はいらなく、これをスポット置いてしまえば、はい、そうですね、組み立てをしてここに置くというイメージで、はい、なるほど。じゃあ結構そういった手軽さもありますし、まあ、これからの時代もやっぱりこういったブームっていうのはね、周りを気にせずに設置できるっていうのは結構重宝されるでしょうね。今その禁煙化の流れがありまして、その健康増進法が改正されていくというところがありますので、おそらくその喫煙場所をきっちり確保するっていうのはこう、まあ、店舗さんだったりとか、まあ、こう皆さんの悩みの種になっていくと思いますので、まあ、そういったところにこうご提供できればなというふうに思います。はい、まさに今からの時代に合った、はい、商品ということですよね。はいはい、こういった商品も含めまして、はい、これからはどういった展望をお考えですか。はい、弊社は創業43年経っておりまして、空気清浄機を売り始めて35年以上の会社であるんですけども、はい、今まで空気清浄機を売る中でお客様と一緒に空気環境というものを通じて問題解決をしてきた会社だというふうに自負しております。で今回こういった健康増進法の改正なんかでいう社会現象における中で、こちら空気清浄機メーカーとして室内の空気環境を考える会社として、お客様の空気環境を良くしていくという点で社会貢献していければなというふうに考えておりますので、
はい、この製品が、まあ、そのスタートになっていければいいなと思っております。ますますじゃあお客様と一緒に、お客様と共に快適な空気環境づくりをされていくということですね。はい、そうですね。はい。